The Azure Knight, previously known as Nightmare, the former wielder of Soul Edge, who brought the world to its knees. In truth, he was first a knight named Siegfried. After killing his father by accident, Siegfried fell into a deep denial, which eventually twisted into a desire for revenge against his father's imaginary killer. To enact his revenge, he needed power, which led him to Soul Edge. Turned into the sword's puppet, he became Nightmare, until losing in battle to Killik. When the sword was shattered, Siegfried found himself awoken from the strange spell he had been under. Though freed from Soul Edge's grasp, he now had to face the fact that it was he who had killed his father. On the ground to his side lay the shattered remnants of Soul Edge. なんてことを。父さんの体に剣を突き立てた感触がこの手によみがえるようだ。父さん、許してくれ。それにソウルエッジを握ってからも俺は魂狩り、邪剣の還元に踊らされ、一体どれだけ殺したのかわからない。俺は罪を重ねすぎた。何もかも捨てて逃げ出したい。体験を携えた騎士、お前がナイトメアに相違ないな。どうした、答えられぬのか。違う、俺はナイトメアじゃ。見苦しいぞ。同胞たちもこのような輩に倒されたとあっては報われまい。我が復讐、ここで果たさせてもらう。いつまで続くんだ。俺は悪夢から逃れられないのか。消えない？忘れていたな、こんな奴らから気持ちがあるなんて。あなたは一体？すまない、感謝している。ソウルエッジのことは俺に任せてくれ。待って。ソウルエッジ、やはり残骸となっても邪気を発している。これを放置すればいずれ周囲は邪気に汚れてしまうだろう。あるいは誰かがこれを手にして再び邪剣を復活させないとも限らない。俺の罪は拭いがたいものなのかもしれない。決して消えることのない業なのだろう。もし罪を注ぐ方法があるとしたら、ソウルエッジが永遠に害をなすことがないよう封印する。それこそが俺の罪を贖うたった一つの方法。この手で成し遂げるべき使命だ。
俺に償えるものなのか。ナイトメア、ついに見つけたぞ。ああ、俺がナイトメアだ。お前の復讐を果たすがいい。言われるまでもないわ。覚悟してもらう。だが俺もここで倒れるわけにはいかん。違う、闇が見える。殺す。いや、俺は俺だ。再び悪夢に飲まれるつもりはない。これが俺の罪か。重いものだ。誘い寄せてしまったか。だがなぜだ。お前は確かにナイトメアだ。ソウルエッジもどこかに隠し持っているはず。それなのに随分貧相ななりじゃねえか。ふっと待て、なぜ俺がお前の正体をナイトメアと言い当てられたかわかるかな。悪いが見当がつかんな。俺が以前お前の手足となって働いていたイビルだからだよ。マヌケ、ずいぶん探したんだぜ大将よ。お前の探していたナイトメアはもういないぞ。そうだろうな。ふぬけた貴様を殺して俺が新たな悪夢となるのも面白そうだぜ。このところ寄ってくるイビルが増えたようだが、まさかソウルエッジの力が強まっているのか。だが俺は諦めん。どこまでもあがいてやる。何か手段はないのか。そうだ、あの時ナイトメアを、いや俺を差し貫き邪剣を破壊したあの剣があれば。俺の名を呼ぶのは。なんだこれは。遥か遠くから聞こえてくるような。この声はまさかソウルエッジを打ち倒したあの剣。助けを求めているのか。そうか、邪剣の中に囚われてソウルエッジを握れと。手が震える。ソウルエッジを握ればまたナイトメアに戻ってしまうことも。だが俺に真の勇気があるのならやるしかない。
ここはやはりあの時の剣、お前を握れというのか。させぬ、手出しはさせぬぞ。お前はソウルエッジか。もう少しでこの力を我が物にできるのだ。お前の好きにさせるわけにはいかん。傀儡不正が、おとなしく我が意志に従っていればいいものを。Siegfried's battle with his nightmares raged on. No one knows of his sacrifice. However, if there was ever one who could prevent the resurrection of the cursed sword, it would be Siegfried. He who dashed Soul Edge's hopes of devouring Soul Calibur. The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history.